はい、皆さんこんばんは、リモーネ先生です。というわけで今回はオープンドアプレイしていきたいと思います。このゲームなんですが、誰も生き残れない科学実験、一人の開発者が作った一人称視点のサバイバルホラーゲーム、囚われの身となり、この荒涼とした場所で何が起こっているのかを突き止めようということで、誰も生き残れない科学実験ということでね。それで実験成り立ってるんでしょうか。生き残んなくてもいいのかな。まあそこを唯一生き残っていきたいと思います。新しいゲーム、さあこれかい。なんだ、頭が痛い。何も思い出せない。おい、わあ。M? あれ、日本 M?誰だ。見知らぬ人へ。あなたがこれを読んだら、あなたはついに目が覚めました。そうだね。あなたは3日前ここに投げ込まれました。私はあなたを起こそうとしましたが、私にはあなたが生き残れないとは思えませんでした。でもあなたがまだ生きているなら、これを騒がないようにしてください。騒がないように。クリーチャーはとてもよく聞こえます。あなたが生命の気候を示すまで、クローゼットでドアをブロックしました。あなたは私を見つける必要がある。 M、 とりあえず化け物が来るから、ここをクローゼットで塞いどいてくれてると。なんとかしてじゃあ出なきゃってことかな。おすげえ、勘取れるわ。これじゃね。おいこれ開くわ。いやちょっと暗すぎて、いや暗すぎて貼る。おい、ちょっと日本語にしたのに。めちゃくちゃ英語じゃん、ここら辺は。レンガの後ろ、ドゥープの左の壁に隠されています。To the left of the key door, I hope you more lucky, good luck. ま、どっかの、レンガの、どこの、これ、なんか、持てるアイテムと持てないアイテムがね。あ、電気つけれたわ。これは持てない。あ、これか。いや違うか。ドアの左のレンガの後ろに、ドアの左のレンガの後ろ、あ、ここか。あ、おーしえ、これか。鍵っていうか穴だけどな。こっちでいいのか。あ、これか。さらにこれね。あったあった。Take。え？こっちのドアが開くのかな？あ、いた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 。めっちゃドアあんな。ここか？いや。ちょ、暗っ。 What？ 長い間換気扇の中にいたが、やっと隠れる場所を見つけた。これは本当に贈り物だ。ここは2つの監獄がある奇妙なセクションで、赤いライトをつけることができる。でもまだ安心できない。部屋の隅で動くシルエットが見えるし、寝ている時にも奇妙な音が聞こえ続ける。あとどれくらい持ちこたえられるかわからない。赤いライトをつけることができる。なんかヒントなのかな。これで見れるやんけ。詳細でね。赤い光がつけられる奇妙なセクション。てか暗すぎんだよな、マジ。こっちでいいのか。ここはいけない。うん、確かに赤い光がついてんな。What? I see you。ここに子供がいた。彼を見つけた。彼はすぐに変化し始め、私は彼を収容し、彼をしやかに置くことができました。皆さん、エリアの外に誰もか。なんだい、謎の記憶。これを見ただけでなんか研究者みたいな人の記憶が今流れ込んできたね。あ、開けるの。レポートの被験者は非常に危険です。それは高い知能能力を持っています。
彼は1日後にカメラから逃げた。なんだろう、なんかその実験のことを書いてあるんだね。これは見れないか。こっちは開かないな。ん？なんかポチポチできんな。しかし、あれ、あれ、これヒントとかあったのかな。まあ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 。私は理解してない。理解できない。私が眠るとき、彼らは私の脳に浸透します。私は夢。この恐怖の中で彼女を参照してください。赤い信号だ。その通り。私が眠ったときに、私を救ったのは彼でした。だから私はレンガの組み合わせを見つけるでしょう。主なことは目を覚ましてコードを忘れないことです。なんだ、どういうこと？ジャンプはできない。あ、なんか書いてある。なんだろうこれ。レンガの組み合わせね。なんかこの辺。ポチってはできるけどね。うわ、赤い電気ついてる。一応つけておくか。あ、ここにもなんか、なんだこれ。ここにもなんかあるな。誰？なんだ今のやつ。こっちから来たな。あれ？あれ？これか？適切な組み合わせ。ちょっとさっきの写真をもとに。なんかこれとこれが赤いマークついてたな。で、もう一個はこれだ。あ、いたわ。よし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 。合ってたか。あの、赤くすんのはなんか意味あったのかな？さっきのやつ何だったの？あ、ライト来た。懐中電灯を残したものは急いで去ってたに違いない。確かにこれを置いてくって。来た。では、ここにいるなんて信じられない。私はちょうど放棄された施設の定期的なチェックを行うことになっていましたが、今私はここで立ち往生しており、物事は分ごとに奇妙になって。2日目、私はここで何が起こったのかを説明できる何かを見つけました。さっきのレポートね。彼らは説明から判断して奇妙な子供を見つけた。おそらく彼はここで起こった全ての原因です。その子供がね、さっきのかな。あれ、子供だったか。スペクター・フランク、53歳？誰やねん。なんだ、あれ、あ、なんか薬取った。なんかいっぱいある。ちょっと待って。おい、誰かいるのか？あ、これいいのかな？あ、でもスペースとしては見れるわ。完全に挟まってたけど。今日は彼を見つけた日でした。感染した血を持つ少年。私たちはトンネルや肩コンベの中心にある地下深く放棄されたサマーキャンプで彼に出くわしました。私たちはブラックドアとして知られる組織に属しており、私たちの使命は未知の秘密を明らかにすることです。はあ、少年は突然変異を受けました。彼の目は赤く、彼の体はめちゃくちゃにねじれていて、骨が突き出ていて、肋骨の一部が判明しました。出てきてるってことかな。その、キャンプで出会ったヤバい少年。雪ラリー。スノーラリーね。雪ラリーじゃなくて。ハンマー。使わないかね、これ。薬何なんだろうな。いんのかな、まだ。やっぱその少年が。なんかこっち、やめよう。こっちにしとこうかな。一旦。エレベーターを再起動してください。なるほど。エレベーターの修理。
エレベーターとセキュリティシステムの電源を切ったこの階に物を置くのに役立つと思う問題は、私が下安置所のセルの一つに安全カートリッジを避難したということです。秘密のいくつかの種類のメカニズムがあり、今私は戻って方法、おそらく私は地下室で彼女を燃やすことができるでしょう。死体安置所のセルの一つに安全カートリッジを避難した。その安全カートリッジがいるってことか。これまあヒューズ的なあれか、さっきのところだよね。わあ、ここも開くんだね。先にこっち行こうかな。おーしっ、ボックズスワミ、すげえ癖のある名前だな。薬意味あんのかな。手落ちてるわ。なんか一応取れるんだけど。死体の近くのなんかある。ビクター・ハンス35歳。また薬ある。うわ、なんだこれ。うーわ、えぐ。うわ、めっちゃ薬ある。番号意味あんのかな。開かないな。なんかある。マイケルス36歳。うわ、ここにも。ああ、このうわー、なんだこれ。死体の年齢なのかな。うわ、ここ開かないんだ。でもこの中にはなさそうだよね。改めて見ても出せるわけじゃないし。こっちの部屋一旦行ってみるか。うん。被験者ナナシアットマークお腹いっぱいさん。何？某掲示板みたいな。ハンドルネームみたいな謎の。そんな人も被害に遭ってんの？フラーと連れてこられるんかな。あ、なんかあるぞ。正しい順番で箱を開く必要がある。はあ、なるほど。じゃあやっぱ関係あるんだ。ちょっとこれ写真撮って。OK？ 一旦閉めて。これは閉まらないか。まず111開けます。111。ベクトルハンス。どれがベクトルハンスなんだ？あー、いや、ちゃんとさっきの見なきゃ、全部見なきゃダメなのかな。え、テストサブジェクト書いてあるもんな。待てよ、これ結構しっかりどれが誰なのかちゃんと確認しとかないとダメな感じだ。なかなか大変だな。難しいな。4つぐらい今まであったの。ナナシアットマークさんもね。あと、まあ、もう一個ぐらいどっかあったっけ。いや、こんなもんかな。あ、え、あれ、いつの間にか空いてるぞ、ここ。あ、これもだ。ステファン・パトリッシュ。これでいけるか、ちょっとやってみるか。一回ここ閉めて。あー、111。で、ビクトル・ハンス？ビクトル・ハンス？ビクター・ハンスのことかな。え、231か？ 231 ある。231。231あるね。231？ ポチェバイエム。いたか、そんな人。ポチェバなんていたかな。あ、これポチェバ、これがポチェバなんだ。あとは、ナナシさん何なのあれ。翻訳何なんだろう。ポチェバが？ポチェバイエムが？ 324 ね。これか。で、セルを閉じます。セルを閉じて一回全部閉めるってことかな、これ開けたやつ。もうちょっと一回閉めてみて。ステファン141141のスノーラリーいたな。やべ、スノーラリー、スノーラリー、やべ、スノーラリーどこだっけ。雪男ね。やべ、雪男いたよな、どっかに。スノーラリー、スノーラリー、もっと前か。ここか？スペクター・フランク。
あれスノーラリーどこ？こっからというか足跡ついててんだ。これだ。224。224開けて。ボックススワミ。スワミ467。これだ467。ハリスニック。ハリスニック517。で、セルを閉じる。で、マイケルス542。開いた。うわ、むずちょっと本当に合ってるのかどうか不安になったわ。行けてよかった。これだ。テイク。うわっ、え、なんかビチャッ、とんでもなとしたぞ今。うわ、開いてる。とりあえず、え、行っていいのかな。え、なんでここ、ここ、ああ、初等科か、これ。ああ、びっくりさせんだよ。うわあ！ああ！なんか出た、なんか出た、なんか出たよ。どうすればいいの？どうすればいいの？一生かけられてると思う。うわあ！おい、どうすんだよこれ。別に頭いいから裏から追ってきてると見た。ちょ、やばい、マジ無理、もうやばい、もう無理、もう死ぬおそらく。これ、これ入れて、これ入れて、やばい、どっから来てんだ。回ってきてないよね。やばい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 、回ってきてる。あ、助けて。来たか、来たのこれ。やばい、早く早く早く、ちょ、早く、ちょ、待って、ちょ、待って、早く、マジやばいって。おいおいおい、やばいって。あ、こっち、え、いる、まだ。あー、ちょっと体が、あの薬で回復するのかな、もしかして。体がもうボロボロなんだが、助けてくれ。電源を入れる。何なんだあいつ。あれが、でもあのキャンプで出会った少年なのか、体がねじれてとか言ってたもんな。いってガチで。新しいレバーを見つける。うわ、レバーない、確かに。くそ。私は選択のために呼ばれたとは信じられません。私はブラックドアコーポレーションのために働いてます。そして私は彼らが行っている全ての実験について知ってます。しかし私は自分自身が主題の一つになるとは思っていませんでした。自分が実験体になってしまったってこと。科学者たちは奇妙なウイルスに感染した子供の血液をインタラプトに移植しました。それ以来私の体は変化し始め、私の目は赤くなり、私は赤い光を恐れ始めます。赤い光に弱いんだ、さっきの怪物。ということはこれを描いてる人がさっきのやつだったってことかな。元ブラックドアの社員。私が暗闇から出てくると私は非常に攻撃的になります。ボコボコにされたかな。お、おっ、なんだよ。レバー？ちょ、体が開けえんだよ、もう。かっちゃかれてさ。なんだかねえんだよ、これ。お、こんなとこにあったわ。これ、こういう。よいしょ。えい。よし。しかし、ここは別に、これ何なの？
何なのこれ、ムカつく。あー、なんかあと1個足りないみたいな感じになってるね、ここの光。またつくんじゃねえだろうな。ここ無理か。ファーストエイドキット、これ使わしてー、これなんでー、これまたさら、あ、でもこれ無理か。お、あー、なんかこれレバーを全部うまいこと下げたらみたいな、なんかでもいけたね。またちょっとゴリ押し感でなんとか行ってしまった感じはある。まあ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 、いけてるからいいだろう。ここでなんか電源、3つのヒューズを収集する。お前またかよ、ヒューズ好きすぎだろ。あ、回復じゃないこれ。あー、1段階回復した。もうマジ追い詰められてる。さっきあそこにいっぱいあったのにな。っていうかその辺にあったやつ食べまくったからさ、なくなってんだよな。私はとても疲れている。それは毎日のことで、これらのクソ箱を燃やしています。クソ箱ね。そして3番目のボックスには非常にヒューズがあります。なぜあなたはそれらをバーナーに近づけることができないんですか。何の話だ、なんだ、丸罰ゲームみたいな、なんか意味あるのかな。どういうこと、燃やせばいいのかな、燃やしていいのかな。うん、デブイーン。はい、いいのかな、クソ箱燃やしていいのかな。丸の位置に箱を持っていくってこと。あれどこまでが範囲なんだろうな、これなんか分かりにくいな。うん、あ、なんか書いてあるな。ああ、まあこれはこのボタンの使い方か。全部で1234マス、 4×3 なのこれ。 3×3 じゃないの、ちょっとよく分からんな。あれ捨てらんないな、これ一回掴んだらもう燃やすしかないってこと。うん、うん、あ、え、なんだこれ、こんなん入ってたっけ。とりあえず箱全部燃やしてみるか。ここね、なんだろう、換気扇みたいなのが出てきた。どれかにヒューズが入ってんのかな。全部燃やしたらわかるだろう。よいしょ、あ、これヒューズじゃない。オッケー、3ついるっつってたな。全部外し、あれあれ、でもあれあれ動かなくなっちゃったぞ。なんだよ、なんだよその顔は、文句あんのかよ、ほら文句あんのかよ、ほら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 、とてき動かなくなっちゃった。どうすんだろう、どうすればいいんだ。ええ、あ、こういった、あれ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 、ヒューズあった、あ、なるほど。あそこに、もう一個。これはもう一個しかヒューズが取れないってことか。じゃあどこかに隠されてるってことかな？あと一個。そんな隠されてそうなのあったかな？邪魔くせえな、こいつ。ここに埋まっとけ、お前。あったあったあった！オッケー。よし。うわー、無理、こいつこいつやばい、やってることがえぐすぎ。体力ないって、そんなにいいのか。もう無理だよ今、本当にもう薬もらってないんだからさ俺。体力ないよ今。
おい、おい、やめろ。オッケー、大丈夫ね。やめろよ。ちょ待って、あいつなんだ。どうすればいいんだ俺は。うれー、気のせいか。いや、いたけどな。絶対気のせいじゃないけどな。うるせえ。なんなんだ次は。ちょ、回復の薬ないかな。回復、うわー、ここエレベーターか。回復の、あ、またレバーだ。あ、でもこれ掴めない。今度は意味なしレバー。ん、キーを見つける。キーはシフトスーパーバイザーによって放置されてる。シフトスーパーバイザーってよ。スーパーバイザー鍵ください。うわ、なんだ。 Who's there? すべての客室を見る。クソ、回復ねえか。あ、いた。なんだ、うるさい、やめろ。なんかめっちゃ貼られてんな、暗号みたいなもんが。開かないんかい。トイレか。あー、薬きた。あー、うわ、まだ全開しない。2つ飲んだのに。トイレ何もなしか。え、うわー、ふざけやがって。回復ください。ないか。お、3日目。私は奇妙な音が部屋の一つから来るのを聞いた。私は被験者の一人がまだここにいるのかもしれないと思います。私はモンスターを中和する方法を見つけようとしましたが、どうやってそれを行うのか分かりません。私は注意する必要があります。他のみんなのように終わることを望んでない。4日目。私は最終的にそれを紫外線にさらすことでモンスターを中和する方法を見つけました。紫外線、それらは彼らを落ち着かせるようですが、あなたはまだ注意する必要があります。残念ながら私は誤って最後のランプを壊しました。なんでだよ。今使用できる唯一のものは赤い光です。赤い光、紫外線出てるってことね。赤い光ね。なんだなんだこれ、なんだよこれ、どういうこと、どういうオブジェこれ、何。お、これ。何？うるさいよ。なんか書いてある。アンダーザラグ、ラグの下。カーペット的な？なんだ、こっち、こっちは。なんかずらせる。ああ、ちょ。ないね。あった。来た。スーパーバイザー、ちょ、うるさい。ちょ、うるさ。ちょ、うるさ。これなんだった？ビクターは何か隠してるようです。私は彼が夜に部屋を出てドアをロックするのを聞いた。私は彼にしたことをしましたが、私が見つけることできた唯一のことは、彼が廊下の入り口の近くの誰かと通信していたということでした。誰だ？お？コードを見つける。もうこれさ、右にしか回んないけど、なんかカチャってそれっぽい音するんだよな。コードね。あなたはどのセクターにいますか。この分野には何人の人がいますか。あなたのシリアル番号は何ですか。私はこれを見ました。096または076または067。 Use the light to find the answer。 まあ、とりあえず鍵か。あれ、ここも開くわ。あー、回復きた。あー、全回復した。神、すべてが私の計画に沿って進んでいます。ローレンスとジョーは今これらの壁の外で何が起こっているか分かりません。レフト、なんだレフト。ちょ、うるさいなこれ。消せないのかな。とりあえず鍵ね、見つけたから。あれあれ、そういうこと。
あれもう鍵使ってる。ここの鍵だったのか。どういうことだろうな。コードを見つけなきゃダメなんだやっぱり。じゃあなんかこのライト左レフトとかライトとか、あら、あれ待てよ、なんだ、あ、4、なんかこれを取ったらライトを消したことになって見えるようになってる。ライトを使えって書いてあるけど、いや使っちゃダメなんだ。そうだよね、ライトなんかバツマークついてたもんね。レフトに左に4回ってことかな。左とか右とかあったこれ。あ、なるほど、右、あ、でこれ、あ、5、あ、なるほど、レフト4、ちょ、これどうやってリセットすんのこれリセットとかあるこれ。レフト4、ライト5ってことか。1、2、3、4、ライト5、1、2、3、4、5、ちょっと待って、1、2、3、4、5、1、2、3、4、ちょっと待ってくださいちょっと待たれよ。他でもねえよな。あ、ここにもある、6、全部ここで電気つけれるんだ。4、4、6、4、6、5、ここはでもさ、レフトとかライトとか書いてあるけどさ、ここ何なのか目もないからな。ここなんかないかな。まあでもちょっと待てよ、465で3、4、4、6、5、違うか。どういうことだろうな。レフトとかライト4、ここの数字が4ってことなのかな。わかんねえ。なんかこの鉛筆とか意味ないよね。いや、この鉛筆意味あんのかな。青、青とかなんかありそう。下、下、上、下、上、下、上、右。やべえやべえ、適当にやべえ、なんか適当に言ったなんかカチャカチャって音鳴る感じで、なんしゃー、やばいなこれ。私の名前はビクターです誰かがこの記録を見つけたら、このセクターにある生き物が私の妻であることを知ってください。ビクターの嫁さん、あなたは彼女に害を与えたり、どういうわけか彼女を殺すことはできません。彼女は赤い光に反応しますが、それは彼女がうまく抜け出すことを学んだテストチャンバーに彼女を返すだけです。どういうこと。非常に長い間、私は彼女を治そうとしましたが成功せずに、私の開発に関するアーカイブ内のすべてのデータを消去しなければなりませんでした。それから私はこのセクターを去りました。私はまだ疑いの上にいますが、あなたがこの記録を見つけたら、あなたはすでに次の被験者です。彼らは見ている。俺がもう被験者になってるってことか。やばいか、やばいか、やばいか、やばいのか、やばいのか。なんか謎の映像になってる。またこいつ。いや、もうちょっとなんか若干ダメージ見ただけで食らってんの
うざすぎる。何の音だ？こんなんさっさと行こう。うわー、すぐ並べるじゃん、獅子を。獅子並べるの大好きだね。なんだ？この生き物は信じられないほど空腹なので、私はこのセクションからそれを保つためにますます多くの体を残さなければならないと、私たちは遺体安置所にいい供給を持っている。そしてそれらを取り出すための計器の一部です。あ、これ化け物に渡すためにここに置いてあるってことか。おお、お前だから獅子を置いてあるのかな。これ置きたくて置いてるわけじゃなくて、あの化け物に食べさせることでなんとかみたいな。うわー、目に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 シャレコペ飛んじゃえ。うわ、ち、オーマイガード、なんだ、なんなん、なに、閉じ込められた女の手紙。ああ、オーマイガード、私はこの換気システムのどこに行くべきか分かりませんでした。私は間違いなくどこかの飛行士を通って出口を見ました。これが終わりのように見えます。私はちょうどすべて私の女の赤ちゃんと大丈夫だろう。何の話？どこから抜け出すのか。うわ、すっごいミートパーティー。確かにどこから出ればいいんだこれ。こっちか？どんどん下行ってるけどね。大丈夫なんでしょうか。おおシェッ、おおシェッ、これ何？下に行くしかないのかな。え？え？え？ねえ、俺はどこだ？ということ？ここはどこだ的な？俺は今どこにいるんだ？って言ってんだ。なんか変な気する。おお。あ、なんだよ。日記エントリーさん、その少年はますます落ち着きがなくなり、これは私たちを怖がらせ始めてます。彼が何ができるのか、特に彼の信じられないほどの能力を考えると、私たちは彼が何ができるのか分かりません。彼がある種のテレパシー能力を持っているかもしれないことも明らかになった。やっぱ連れてきちゃいけなかったんだよな、その少年が。その少年を連れてきたばっかりにも、もう扱いきれないほどの怪物だったってことね。あ、いた。お前、壊れてます。なんだここは。 Life obeys after death、 人生は死の後に従います。なんということだよ。ここのセキュリティが明らかにたわごとの仕事たわごとだよ本当に。換気をなんだ、写真撮ってた方がいいのかな。日記エントリー5、今日私は実験に参加するように招待された。私が同意しなかった場合、彼らは男の子の血を私の娘に移植し、彼女の検査を行うと言われました。神様、私は何をすべきか分からなかったので、私は同意しなければなりませんでした。今私もモンスターの一つになってきました。やりたい放題、その血を使って実験してんだな。どうすればいいんだろう、タワごとどうすればいいんだろう。やけに暗いな。換気扇のシステムがどうとか。うわー、ここ池ってことこれ。ちょっと待って、さっきのこういうことか。ちょっと待ってよ、ここがこうで、このドア、さっきの地図、このドアがこうだから、さっきの地図によると、はい、こう行って、はい、ここ次左
はい、ジグザグ。はい、登っていって血はついてるけど気にしせず、はい、こうこうの、そして左に行って、はい、なんか声聞こえますけど無視しまして、無視しまして、ま、飛んでけ。待てよ、こうこう行って、ここの右が出口か。さあ一旦ここで降りて、食べ物ない、ちょっとうるせえ、ちょっとなんか意味のあるラジオやめてよ。なんか食材、うわすげえフルーツとかあるな。確かにここの食べ物腐りまくってるはずなのに全然大丈夫だ。大丈夫なのか、なぜ、謎だ。私はこの場所に閉じ込められてから1ヶ月が経ちました。そして私は決して去ることはないだろうと心配しています。被験者は驚くべき速度で変化している。部屋中で赤いライトが点灯するたびに彼はモンスターに変わり、服を引き裂き最終的に死ぬ。なんだよ、恐ろしい実験だな。なんだこれ。料理人からのメモ。私たちは4日間ここに座っています。誰かが私たちに壊れ始めた後、私はドアを塞がなければなりません。食べ物は壁の右側のエレベーターを介して配信されたので私たちはまだ生きています。しかし昨日一人の賢明な男がそれを破ることができました。そして今あなたが左のエレベーターに過負荷をかけた場合のみ機能する。どういうこと。あ、カフカをかければいいの。とりあえずなんかあるかな、他に。カフカなんか、ちょっと待って、なんだ。おい、ちょ、ま、無理無理、ちょっと何よ、な、な、なに、ちょ、今体力ないんだから。くるくる回してんの。他になんか持てそうな、重そうな、ちょっと、あ、これとかどう。ストーン。あー、なんか肉上がってきてる。あ、ここにも箱あるよ。この箱、ここに、ストーン。あー、上がってきた、上がってきた。なんか必要なもん入ってんのかな、あん中に。あ、鍋あんじゃん、鍋。はい、鍋持って、こっち側に、ストーン、ストーン、ストーン。特にか。なんかドーナツとかあるぐらい。これ以上もう無理。意味あんのかな、あの肉。お、なんでこれ、浮きっぱ、おい、浮きっぱやめて。なんかある。こっちもないよ。おー、スイカ。あ、ストーン！あー、あー、鍵あった、鍵あった、やっぱり。よかったよかった。オッケー、この鍵を。鍵がかかってるドア的なものあるかな。おい、なんだこれ。面白くない。た、これか？いやでも開かないな。誰が置いてんのこれ。めちゃくちゃ置いてる。めちゃくちゃ置いてる。邪魔だ！こっちか。ここか？開いた開いた。あー、回復めっちゃある。最高。あー、うんめ。日記エントリー6。移植から1週間が経過し、私は観察のために赤色の光のある部屋に保管されました。私は自分自身のコントロールを失っているようです。私が誰かに害を及ぼすことができることに気づくのは怖いです。やっぱみんなやられてんの。赤い光。あー、これでね。これで。おー、これ。え、なんだ、移植プラスか。うわ、なんか、サイコメトリーだ。記憶の、あれがなんか来てる。赤い光が中毒、赤い光への中毒が彼を殺してる。私は覚えてます。私はそこにいました。
え、自分もしかして博士だったの？自分ももともと研究員がその実験体になってしまうみたいな流れあったもんな。もしかして俺もその一人なんじゃないか。なんだ、あ、これさっき書いてあったな、なんかバグってたな。あなたはどのセクターにいますか？この分野には何人の人がいますか？あなたのシリアル番号は何番ですか？クソ忘れてた。セキュリティルームにあった。セキュリティルーム。My personal ID。What is US serial number? って書いてある。俺のパーソナル ID? わかんねえよ、そんなの。なんかない、なんかないのかな。人事テストの指示。オブジェクトツアーを行います。赤を愛するすべての人を封印する。あの赤い部屋がなんかやっぱ関係してんのかな。なんか貼られてんな、いろいろ。開かないんだこれ。あれ？なるほど。これね。意味あんのかな ?096076067。076?076 だったらしい。OK。アーカイブレコード076。セクター76の説明。この部門は新しい潜在的な従業員を募集するために建設された。自分も働いてたとするならば自分のコードもあるはずだよね。これだけってことはないと思うんだけどな。4つのゾーンと5つ、5階建てにて構成されてる。この数字とか関係ないよな。455みたいなないよね、まさか。ここはいいとして、セキュリティナンバーどっかで見れたかな。じゃあ自分のパーソナル ID だっけ。あれ以外の番号何か。220、あれなんか意味あんのかな。その分野で生きている従業員220。220とかなんか意味あるかも。どけ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 。来た。やっぱり。なんだ。アーカイブレコード220。残りの従業員の数を秘密に保持します。階級的な人数を示すバナーを配置する。レコード6。なんかこのレコードの数字を最終的に入れていくと、ってことかもな。もう一個ぐらいじゃああるかもな。3つの数字探すしかないな。セクター番号の話だもんね。パーソナル ID、 あれかな。076、いやでもさっき入れたような気がするな。076。あれ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 、閉まっちゃってる。なんで閉まっちゃったの。そうだよね、これ見たもんな。これあれかな、下ここの奥とかないかな。いけるもっかい。あ、やばい、あ、やば、あ、やばい、やばい、やばいかもです。あ、やばいかもですね、これね。やっばい、なんかメリッタどっからこれ。あー、オッケー。あ、これだ !009! オッケーオッケーオッケー。009。来たー。で、アーカイブレコード009。対象シンディ・ストーンのシリアル番号009。彼女は巨大なものを持って、私も募集のすべての中で最高の独自の特徴を言うのだろう。赤い部屋での私の実験に最適です。PS 従業員と彼女の接触を防ぎます。記録8。すると、入れるのかな、これ。826とか？268？ 来た！やはりそうだったか。アーカイブレコード268。複合施設での事件について、安定性 LOAB は未知の従業員によるカメラの減圧のために違反されました。そして事件の結果は排除される。432。
情報は削除されました。すべての情報はあるんじゃないの。そしてアーカイブに移動しました。アーカイブライブラリのアクセスコードが変更されました。8514 8514、そんないっぱい入れれた。そうだよね、8514。うわっ、びっくりだこれ。うわー、痛い。これで、これで、あ、赤い部屋に入れたら痛い。